中日は8日、ダヤン・ビシエド内野手35の今季限りでの退団を発表した。ビシエドは他球団でのプレー続行を希望しているが、現段階で獲得に興味を示すチームはない。中日で9年間プレーしたビシエドは2018年に首位打者と最多安打のタイトルを獲得し、日本人選手扱いとなっているが、今季はわずか15試合の出場にとどまっていた。各紙の報道によると、ビシエドは、まだまだ現役でやりたい。来年は違うチームでプレーしたい、と他球団でのプレーを熱望したという。だが、現段階で獲得に興味を示している球団はゼロだ。重役、立浪監督はビシエドについてこんな指摘をしていた。ビシエドの突っ込む悪い癖が治らない。本人もわかっているが直そうとしない。データで弱点は、はっきりと出ていて、相手バッテリーはピンチでビシエドを迎えてもインコースにさえ投げることさえできれば打ち取れるんです。わかっている結果をベンチから見ている我々も辛いですよ。この弱点が未だに修正されていないのだ。重役、日本人扱いのビシエドが、たとえ大幅に年俸、条件面をダウンしてバーゲンしたとしても、熱望する NPB での再起には厳しい現実が待ち受けているのかもしれない。現在のデータが重視される野球界で、弱点が克服できなければ成績は下がって当然。ビシエドもいい打者とはいえ、9年もいて大きく変わらなければ、どう攻めれば打ち取れるかと各球団がデータとして概ね分かってきた結果なんだろうな。打撃フォームの前に突っ込む癖を分かってて修正しようとしないのが一番の問題。打撃以外での使い道もあるから獲得してもいいという球団はあるのかなとも思ったけど現実は違ったな。タイトル取ったのって6年も前の話だし、2軍でも3割打てていないし。応援したいのはわかるけど、冷静に判断するべきだと思う。ドラファンに愛され、低迷期を支えた功労者だが他球団の客観的な評価は厳しいということ。当たり前だけど、本人はまだできると思っているから、退団してでも出番があるチームに移籍する。だけど、ベテランが試合に出れなくなるのは理由がある。かつて何らかのタイトルを取ってても、35過ぎたらきつい。中田もそうだ。ビシエドもそうなると考えるのが自然。視力の衰えでまっすぐが打てないのはどうにもならない気がする。あのイチローですら華麗で打率は落ちていったし。中日の2軍でずっと見ていた井上が新監督になって、残留交渉もろくにしないで構想外でいらないってのが全て、